警報が発令されました県はインフルエンザの患者数が基準値を超え大流行の恐れがあるとしてインフルエンザ警報を発令しましたこれは2009年に次ぐ過去2番目の速さです県によりますと今月20日からの1週間でインフルエンザの患者数は1医療機関あたり30.27人となり前の週の18.65人から急増しました 地域別では宝達清水町や白石などを含む能登中部が39.33人と最も多く次いで白山市や河北市などを含む石川中央が33.45人となっていますこれを受けて県はインフルエンザが大流行する恐れがあるとしてインフルエンザ警報を発令しました警報がこの時期に発令されるのは2009年に次いで過去2番目の速さだということです また、県内21の学校では、インフルエンザのような症状で学年閉鎖や学級閉鎖の措置が取られています。県は、手洗いやうがいなど基本的な感染症対策を徹底するほか、急な発熱などの症状がある場合は病院を受診するよう呼びかけています。